はいどうも、ブラザーハイです。最近ですね、うちのね、お豆ちゃんがね、子供ですね、寝ないですね。やっとこすっとこ寝たところでね、はい、沼トーク行ってみましょうか。ですね、今回はね、今までずっと音楽だなんだとかさ、そういうのにまつわることをね、ずっと話してたんだけど、今回はちょっと全然違った雑談、田舎暮らしについてですね。はい。とね、なんでね、こういう話をするかっていうところからしないといけないと思うんですけど、うん。ご存知の通り、俺、茨城県の、ぼちぼち田舎の方のね、出身で、で、そこに高校時代までね、ずっといたわけよ。うん。実家というか、実家はね、そこまでね、ちょうど田舎って感じのところではないんだけど、ほとんどね、小学校、でも中学校までずいぶん行ったかな。そんぐらいまで、じいちゃんばあちゃんのうちが俺すごく好きで、そこにもずっといたわけ。入り浸ってたの。うん、で、そこがね、結構、川があったりとかさ、もう周り田んぼだらけだったりとか、なんかそういうところでね、ずっと過ごしてたわけですよ。で、高校卒業してさ、都内といっても、ね、都心の方に出てきて、で、それでもう、言ったら、それまで田舎暮らしよりも、もう今、都心暮らしの方が長いぐらいだからね、うん。そう。で、ずっとね、こっちで暮らしてるのかななんて思ってたの、うん。便利だしさ。便利って何が便利って言われたらあまり答えられないんだけどさ、うん、そういうお仕事とかもね、そうだし、たくさんあるし、あとは集まるのでもさ、こう都心に住んでる人ももちろん多いで、あとは都心近郊の人もやっぱね、こう仲良かったりする人も多いから、で、それで、なんとなくで、こう、ずっと都心にいるのかなーなんては思ってたのよ。うん。そう。だけど、一つ思うとこがあってというか、なんて言うんだろう、結構突発的なんだけど、お豆が生まれてさ、子供がね、生まれて、で、それで、結構、ここ撮ってるこの部屋もそうなんだけど、ぼちぼちそんな広い、マンションなんだけどね、広い、超絶広いわけではないから、で、しかもこうやってこういうピアノ部屋みたいな防音室みたいなのもさ入れちゃってるから、これはちょっといろいろ解体したりなんだりとかして、これからやっていかないといけないのかななんて最初のうちは思ってたんだけど、いつだろうな、お豆がね、1歳の誕生日になったぐらいかな。こう、ふっとね、ちょっと、田舎暮らしした方がいいな、これはって、いうふうに、ちょっとね、思ったんだよね。野生の感じゃないけど、田舎者の感じ。うん。論理的に、論理的に、理論を付け加えると、俺がもともと田舎育ちだし、そういうね、感性を持って、こういう東京のさ都心に出てきて、で、それでわーっていろいろ覚えたりとかさ、電車がいっぱい来るなとかさ、そういうのから始まってさ、いろいろさ衝撃を受けたりとかあったわけよ。やっぱ10代の頃に出てきたから、うん、で、そういうのを今この年齢になって思い返したりするとさ、すごく
なんて言うんだろう、豊かな思い出だったりとかさするわけよ。うん、総合して豊かな思い出だったりとかするわけで、やっぱずっとこっち生まれこっち育ちの人もさ、やっぱりいるよ。あの小安だってそうだし、あいつも超都会っ子だからさ。でそれも別にいいと思うんだけど、俺は俺のね、あの育った感性が、まあ全部とは言わない、あのそういうところ、あの田舎暮らしをしてた経験もあってっていうさ、でそっからのっていうさってところがね、あのなんて言ったらいいんだろう、やっぱかけがえがないんじゃないかなとは思うのよ、うん、ね、せっかくね生まれてきた命なので、まあいろんな選択肢というかさ、まあそういうの考えて、うん、一旦そういうところで暮らしてみて、でそういう自然にもう本当もう結構ガチの自然に触れ合ってみてとかさ、そういう風なのもいいんじゃないのかななんて、俺がね、勝手にね、俺が思って、でそれで考えてるわけなんですよ、考えたわけなの。さあ、でそれで自分なりにプランを練って、でそれでまあ家族に話すわけですよ。まあ家族といっても奥さんですよね。まあいろいろね、こういうのって田舎暮らしうんぬんかんなとかさ、そういう本読んだりとかいろいろテレビとかあるけど、なんかまあ大変だよね、うん、なんかそこらへん、うん、ちょっとまあ何回かに分けてちょっと長いから、うん、まあのんびり話そうかなとか思って、ちょっと飲みながらやらせてもらいます。はい、一旦ね、時間ということで、まあちょっと編集も大変なんでね、うん、ぶち切りギリギリでちょっとやらせてもらいますわ、うん、まあとりあえずまあそんな感じで、ことの発端、田舎暮らしのことの発端でした。ではまた次回。